データを流れる分量を調整することをフロー制御と言います。もしフロー制御がなかった場合、受信相手が本当にデータを受け取れているかどうかわかりません。最悪の場合はデータを取りこぼす場合があるのです。このため、受信側が受信できる準備ができてから相手に通知して、通知が来てからデータを送ります。受信側がデータを取りこぼさないよう、データを送信する量を調節することをフロー制御と言います。実はエラーがあれば NAC を送り、エラーがなければ ACK を送るのは何もエラー訂正をやりたいからだけではありません。受信側が NAC を送ったり、あるいは ACK を送るときには、データを受け取る準備ができているということを表しているのです。これをもう少し効率よく行うのがスライディングウィンドウです。スライディングウィンドウは送信側と受信側であらかじめデータを何個ずつ送るかを決めておきます。この決められた個数までであればACKを待たずにデータを送ることができるのです。受信側は送信側に対して次は何個目のデータから送ってほしいと伝えます。スライディングウィンドウは ACK を待たずに複数のデータを送れる分、伝送効率がいいという特徴があります。この他にも、フロー制御用の信号線を使うという方式があります。この方式では、フロー制御信号に信号が流れている間だけデータを流します。もし受け損ねを限った場合には、このフロー制御信号の電気を止め、逆に受け取れる状態になればフロー制御信号に信号を流すのです。つまりフロー制御とはデータが流れる分量を調節する機能のことで、フロー制御の方式にはデータを受け取れる段階でACKを受け取るという方式と、フロー制御用の信号を使う方式があります。